ホテルに行ってさ、名前言っても最近その個人情報保護の関係とかってなんかやってくれませんもんね。ありがとうございます。もう刺身でチャブリ食べたと思うんですけど。苦手なお魚とかなかったですか？もうあの親父ギャグを言うことしか生きてきた価値がないと思ってますね。ウィThank you.